こんにちは、リリナナです。今日はセリアさんで少し糸を買ってきたので、そちらのご紹介をしたいと思います。でまずはニューフラワーガーデンの色番が13番、こちらを購入してきました。で綿 100% で 25g で 78m で、フラワーガーデンはもう人気でなかなか手に入らないっていうお話も聞いています。バーコードナンバーがこちらで、2玉買ってきたんですけども、私が今靴下を編んでいるやつ、青と赤のものなんですけど、そちらが売っていなくって、これとあとは緑とかのベースのやつ、それは売っていました。で靴下を編んでるのがカラーナンバー16番、これは売っていなかったですね。でこれは靴下じゃなくって2本引き揃えて何かかぎ針で編みたいなと思って買ってきました。で引き揃えるようにこちらのニューエンジェルコットン、これも綿 100% のものになります。カラーナンバーが1番で、綿 100% で 25g で、糸の長さが 65m、 バーコードナンバーがこちらで、ニューエンジェルコットンはいろいろな色が出てるんですけども、フラワーガーデンと引き揃えるのに邪魔にならない色と思って、ちょっときなりっぽいカラーナンバー1番のものを選びました。でこれが 65m なの でフラワーガーデンが 78m なので、これ1玉だと1玉ずつだと足りないので、こっちは3玉買ってきました。フラワーガーデンの方がもうだいぶ細いんですよね。と使用針が 2.45 違う2号から4号で、かぎ針の方が棒針だと2号から4号なんですけど、かぎ針だと2号から3号なので、これ1本で編むと結構厳しい気がします。で棒針で靴下とか編むのにはちょうどいいかなと思うんですけども、かぎ針だとちょっと厳しいので、私がいつも使うときは2本取りで編むようにしています。でエンジェルコットンは棒針だと4号から5号で、かぎ針だと3号から4号になるので、この2本を揃えて何か作っていきたいなと思います。結構個人的にフラワーガーデンとこういうきなりっぽいような色を引き揃えて何かかぎ針で作品を作るのが最近は好きです。春っぽいし、でこっちのカラーナンバー16番を使うとちょっと夏っぽいような涼しげな感じになるので、私は最近気に入ってよく使っています。で今回エンジェルコットンにしたんですけども、エンジェルコットンじゃなくてもきなりっぽい色とか白っぽい色とフラワーガーデンを引き揃えたのと可愛いので、ぜひよかったらフラワーガーデンとかどう使えばいいんだろうとか、あとはエンジェルコットンも細いなって思ってる方、2本引き揃えて編むといいと思います。で結構引き揃えて編むときに何号を使えばいいか分かんないっていう方もいると思うんですけども、かぎ針の先とこの2本引き揃えた時の太さが合うものを使えばいいかなと思います。1本だと3号から4号なので、
5号とか2本引き揃えて5号とか6号で編むといいんじゃないかなと思います。あと編んでみてすごいなんか細編みでも穴が開くなっていう時は号数を下げたりとか、必ずこの号数じゃないといけないっていうのはないので、もうざっくりふんわり編みたいなっていう方は7号とかでもいいと思うし、その使うものとか作るものによっていろいろ号数を変えて編むといいような気がします。はい、次は海のキラキラというものを買ってきました。レーヨン 51%、 綿 49% で、この糸は、まあったのは知ってたんですけども、私は段染めとかそういうのが得意じゃないので購入はしてなかったんですね。今まで買った時がなくて、でも結構お話では聞いてました。海のキラキラを使って可愛い作品ができたよっていうお話は聞いていて気になってはいたんですけども、ちょっとこういう段染め系は苦手というか可愛く作る自信がないというかで避けてたんですけども、今回買ったのは海のキラキラの5番で 25g で 88m だからすごく長いですね。バーコードナンバーがこちらで、私が見た時にこのピンクのものとあとは青っぽいやつ2色しか2種類しかなかったんですけども、これで靴下を編みたいなと思ってこちらを購入しました。でエンジェルコットンじゃなくてフラワーガーデンで編んだ時に一玉でショート丈の靴下が1足できたんですよね。なので2玉で両足できるっていう感じで、フラワーガーデンだと78メートルで1足じゃないか片足できるので、海のキラキラだと88メートル、10メートル長いので、あ、これでも全然一足編めるなって思って買いました。で、かぎ針も違う、棒針も2号から4号で同じなんですよね。かぎ針がちょっと2号から4号にこっちはなってるんですけども、太さもだいたい変わらないので、これなら靴下片方編めるんじゃないかなと思って2玉買ってみました。靴下だったらこういう段染め系の糸とか色が変わるものってすごく楽しいので使ってみたいなと思います。で、本当はちょっとチャレンジでかかととかつま先の部分を色を変えて編みたいなとも思ったんですけども、細い糸が今回見つからなくてセリアさんではなかったので、全部かかともつま先も一色になってしまうと思うんですけど、何か本当だったらつま先とか赤とかで編むと可愛いかなってちょっと思ってました。履き心地とかはどうかわからないんですけど、100円ショップの糸で靴下が編めるんだったらいろんな糸をちょっと使ってみたいなっていうのがあります。で、フラワーガーデンでもすごく可愛い感じで柄が出たので、まだ糸処理してないのバレた。こっちでも可愛いんじゃないかなと、結構派手な感じになりそう。普段ピンクとかで洋服とかは着ないんですけども、靴下ぐらいだったら履くかなと思います。で、まだ全然片方進んでないので、両足できてないので、これが編み終わってから作っていきたいなと思います。私にはちょっとコットン糸が難しくて綺麗に
編めなかったんですけども、なかなか目が綺麗になってないというか、ポコッとしてるところもあるし、ちょっと難しいけど、練習には100円ショップの糸で編むのもいいかなって思います。結構、ちょっとお高い毛糸っていうか、コットン糸、オパールのコットン糸とか、あとはカメレオンカメラのコットン糸で編んでるよっていうお話も聞くんですけども、私にはもうちょっと練習が必要だなって思って、なかなか手を出せなくて、なので100円ショップの糸で編めたらいいなと思っています。で、こうやって糸を買っちゃうと、編み上がってないのにもう試して編みたいって思っちゃうんですけど、ちょっとグッと我慢して編み上げてからって我慢をしてます。で、今回は海のキラキラで靴下を編もうかなと思っているのと、フラワーガーデンとエンジェルコットン、こちらで引き揃えて何か作品を作っていこうかなと思っています。で、これバーコードナンバー言ったっけ。だんだんコットン糸も増えてきて、お店の方で見てるのも楽しいですよね。で、ついつい買いすぎちゃったりとか、あとはやっぱり人気のものだったりするとなかなか手に入らないっていうものも出てきてるみたいなので、もしあったらチェックしてみてはいかがでしょうか。では今日はセリアさんでの毛糸を少し購入してきたご紹介でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。